俺だ淡い翼、君は少し青すぎる空に疲れただけさ。もう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていいよ。依然として忍び寄ることで内側に灯るろうそく、リキュアマリゴーからシャンダリアとは裏腹に足りない言葉の瞳を何で埋めたらいいんだろう。もうわからないよ。せめて夢の中で自由に泳げたらあんな空もいらないのに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それにしちゃ計算した位置に立ってたわね。だからそれも偶然だって言ってんじゃないですか。勘弁してくださいよ。いい眺めだったんだし。いい眺めだったのはあんたでしょ。なんで私が勘弁しなきゃいけないのよ。ちょ、ジュビバッテン。ん？一気にバシャンと川に。何やってんのよ、こっちよ。しっかり泳ぎなさい。そんなこと言ってて水ってめちゃくちゃ重いっすよ。死ぬかと思った。ひどいじゃないですか、ランギクさん。私が義外抜けるより早かったのよ。よかった。あんたはしばらくじっとしてな。大丈夫？慎太郎は？慎太郎？おい、大丈夫か？誰か川に落ちたんですって。えらいこちゃん。あのね、慎太郎が助けてくれたの。慎太郎？この中に慎太郎さんという方はいらっしゃいますか？ちょっと乱客さん、俺はどうなるんですか？よろしく。本当に一人で大丈夫かい？うん、送ってくれてありがとう。はぁ、疲れるぜ、ぬいぐるみの真似も。しかし豪華なマンションだな、ここは。テレビでかっ。家具も高そうなのばっかだし、親がどんな仕事してたらこんなもんが買えんだ。やべ、慎太郎、お待たせ。あれ、俺が動いても驚かないのか？うん、だって私、慎太郎が動けるようにって神様にずっとお願いしてたんだもん。なんか調子狂うな。ねえねえ、やっぱりさっきは慎太郎が助けてくれたんだよね。ああ、まあな。どうもありがとう、慎太郎。いや、まあどうってことねえや。で、お前の名前は？みゆきだよ。ずっと一緒にいるのに、なんで私の名前知らないの？ああ、いや、なんだ。その、知ってるぜ。ただ。ただ？さっき川に落っこちたとき、記憶喪失になっちまったみたいなんだ。へえ、そうなんだ。
そういえば、このうちお前一人か。そうだよ。母ちゃんは？仕事。父ちゃんは？いない。なんで？解消なしだからママが捨てた。解消なしって意味わかってんのかよ。ママはものすごく忙しくて、いつも帰ってくるのが夜なんだよ。だから私一人でお留守番してるんだ。へえ、おめえ小さいのに偉いんだな。うん。ねえ、慎太郎。ん？一緒に遊ぼうよ。ええー。て、またこんな格好かよ。一郎の妹とグルじゃねえだろうな。はーい。さあ、慎太郎ちゃん、ご飯の時間ですよ。なあ、とどめし。おいしい？わだな、うわ、おいしい。おいしいでしょ。だ、こんなことばっかやってたら体が持たねえ。ねえねえ、慎太郎、今度は何して遊ぶ？会社ごっこ？学校ごっこ？いや、そうだ、せっかく天気いいし、外行って遊ばねえか。こんな日はよ、外で友達と走り回ったりした方が楽しいぜ。外なんて行きたくない。どうした？それに私友達なんていないもん。でもよ、友達なんていらないもん。わかったから泣くなよ。あー、もうわけわかんねえ。おめえ泣き虫だな。ちんだろうの意地悪。あれ、そういえばさっきはなんで外歩いてたんだ？外は嫌いなんだよな。泣くなよ。こっちが見たかったの。あ？パパとママと慎太郎とみんなで住んでたお家。うち？うん。パパとママが仲良しだった時はね、違うお家にいたの。すっごく大きくて、すっごく楽しかったんだ。それでね、私とパパとママと大きい犬の慎太郎と一緒に住んでたんだよ。なんだ、慎太郎って俺じゃねえのか。うん、本物の犬の慎太郎。でもね、この家には一緒に住めないから、ママが代わりにぬいぐるみの慎太郎を買ってくれたの。ふーん、それで初代慎太郎は今はどうしてんだ？父ちゃんと一緒なのか？車にぶつかって死んじゃった。やばいでもよ、なんだ、そんなに楽しかったならここに引っ越すのも嫌だったんじゃねえのか。仕方ないよ、ママだって大変なんだもん。だからっておめえが川に押しても知らんぷりってのはちょっと冷たくねえか。いいの、私がママに電話しないでって言ったんだから。ママは頑張ってお仕事してるんだよ。私もママに心配かけちゃダメなの。それに慎太郎がいればお外に行かなくても楽しいもん。こいつ強がってるけど本当は寂しいんだな。前の家に行こうとしたのも楽しかったこと思い出したんだろうし。よし、行ってみるか、前の家に。や、え、行きたいんだな。でも俺様が一緒に行ってやるからや。ありがとう慎太郎。でっけえ家だな。こんな家に住んでたのか。うん。でも誰もいねえみてえだな。わかんない。なんだ？お前引っ越してからここに来るの初めてか？うん。なんだこの花瓶。慎太郎がね、ここで車にぶつかったんだ。そっか。おい、どうしたの？ここはやめ、早く離れた方がいい。え？この嫌な感じ。ねえ、慎太郎。行け。あぶね。くそ、仕方ない。家の中に入るぜ。あぶや。はじめから中に追い込むつもりだったのか。とにかく行くぞ。え、慎太郎どうしたの？ホロだ。ホロ？悪霊だよ、悪霊。くそ、こ
この町最近妙にホロの数が多いんだよな。俺様の知らねえとこでなんかあんのか。止まるんじゃねえ。かっからくれ。やばいな、急いでここから逃げよう。なんだ一匹か。って落ち着いてる場合じゃねえよ。ここは通さねえってつもりかよ。ねえ慎太郎、あれ何？みゆき、ホロが見えんのか？わかんないけど、なんかぼんやりとしてる。ちゃんと見えてるわけじゃねえな。なんかいるのが認識できてるだけか。もののどうする。もうアフォロの野郎が締めちまったし、結局奴を倒すしかねえのか。あ、追ってこねえな。慎太郎、どうなってるの？怖いよ。安心しろ、俺が守ってやるよ。クソ、マジかよ。この体で戦ってか。ミユキ、隙を見て逃げなさい。慎太郎、このフォロ野郎、どっちだこっち。かー、慎太郎、ミキ、慎太郎、そのまま走れ。慎太郎、俺はしぶといんだぜ。おにゃーで、だーぐっはっはっ、死んだろー。くっはっ、みゆき、逃げろみゆき。やー、ま、待て、ランギクさん、遅いっすよ。そうか、あいつ。死んだろ、しっかりして。悪いミキ、変なことに巻き込んじまって。死んだろ、ボロボロになっちゃって。ミユキ、お前幸せもんだな。さっきお前を助けてくれたのはな、初代の慎太郎だったぜ。慎太郎が？ああ。あいつもお前のこと心配してたんだ。どうやら俺も、ここまで見てえだぜ。いや、そんなの嫌だ。仕方ねえんだよ。だって、せっかく慎太郎がお話できるようになったのに。何言ってやがる。いつまでも俺に頼ってんじゃねえぞ。大丈夫だ。話はできなくても俺はいつでもおめえを見守ってるからや。これからは別の友達を作ればいいじゃないか。私友達いらないもん。慎太郎がいればいいもん。そんなこと言うもんじゃねえ。分かってるよ。お前が本当は寂しかったってこと。親の都合で引っ越して、母ちゃんも忙しくて、
だから迷惑かけねえように頑張って。でもよ、そんなに背伸びすることもねえだろ。俺もよ、ずっと他人に振り回されてたんだぜ。勝手に改造コンパクに作られて、勝手に破棄されそうになってってなこと言ってもわかんねえか。とにかくよ、俺も自分じゃどうしようもない感じだったんだけど、友達が助けてくれたんだ。友達？ああ、みんなバカな連中だけどよ、俺様がいねえとてんでダメな連中で。でもそれが面白いんだ。だからよ、寂しかったらお前も友達作れや。その方が母ちゃんも安心するってもんだぜ。あ、そろそろ時間だ。え？大丈夫だ。俺も最初の慎太郎もお前のことずっと見てるから。頑張れよ、みゆき。返事は？うん。よし。じゃあな、みゆき。あばや。一件落着ね。ちぇ、手間かけさせやがって。あんた、なんでそんなにあの子に肩入れしてんのよ。何言ってんすか。俺様は小さい子のアイドル癒し系のコンサなんすよ。南極さん、なんで最近こんなにフォローがいっぱい出現するんすか。前より多いっすよね。そうね。その上記の戦いでもあるのかもね。なんすかそれ。なんでもないわよ、行きましょう。みゆき、頑張れよ。何してんの？置いてくわよ。はいはーい。何も手につかない白黒の瞳で、私はただひたすら There is nothing I can do for you。 あの頃の私は何に感動して、何に満足して、自分を理解していたの。どこにも行かないで Please don't go anywhere。 いつの間にかあなたを傷つけ、思いがけない言葉を話していた。甘えぬに傷つけるいた私は、今度は何を求めるかな。もうこれ以上行かないで Please don't go anymore。 よっしゃ、次はいよいよ俺が主役だぜ。浦原さんが出かけている間に留守番する話だそうですね。キスケさんって敵が多いみたいだし、変な客とか来てめんどくさくなるんじゃない。人は苦労を乗り越えてこそ成長する。またそんな話。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キミガルトケーキ。なんで、なんかこれ、松本、てめえも片付けろ。現世にいるからって怠けすぎだ。なんだ。ゴミは分別するのがルールです。何でもかんでも一つの袋に入れちゃいけません。そうか。やり直し。はい。